参加していただきました。まあ、最後は、まあ、あのコレアンとワランみたいなところがあって、はい、まあ、これとほとんど同時並行して作ってました、プレシャスアメリカっていう曲です、まあ、ありがとうございます。親父と僕と、まあ、輸入の商売を、ね、ずっと一緒にやっとって、でその輸入品の中にはあのモーターボートっていうのがありまして、マーキュリーっていうのがね、西海岸から親父がアメリカから取ってきよって、でそのマーキュリーをあの輸入個人輸入でしか入らないものをね、あのヤマハ発動機に売りつけて、その時まだヤマハ発動機がなかった、ね、でヤマハ発動機作っていたと、ね、ヤマハと関係があって、で今根室の里っていうところにあのポップコーンがあったね、ポップラ君あのステージは全部潰されましたけどね、桑田があのサザンオールスターズにあったスタジオもね仲間入らせてもらったんですけど全部潰してしまったんですけど、その、まあ、根室の里にまあリゾート地があって、まあ、その関係であのヤマハの、まあ、川上さんとかあそこの並びのところに、そんなごついじゃないですよ向こうはこんなアホみたいに言えやけど、住むようになって、親父おふくろがねちょうど2000年からで、まあ去年おととし親父亡くなったんですけど、まあ、そんな関係で親父が、まあ、愛したっていうかね、そういう、まあ、モーターボートじゃないですけどね、ヤマハのところでやってたんですけど、まあ、そのアメリカからもとにかく輸入をするのが仕事で、それがやってて、まあ、それがまあいろんなことでぶっ潰れて、で僕はまあ教師の免許持ってたから、その後教師やって、でまたホテルっていうのやつまんの感じをしてるのかようわからんんですけどね、そういうカムハトリという人間です。でカムハトリというのは神福神社という高槻にあるお寺の横で、まあ、その神福神社の場所を借りてあのジャズストリートの葉をこう仕切ってみたりで、あの今は今日はね、あの伊賀上のちょうど抜けていくのってね、姉妹伊賀高槻で伊賀に友達いっぱいできちゃったんで伊賀でライブやったりして、あの好き放題来てますね。もう同僚に言わせるとお前は好き放題やってる仕事は、ね、仕事ちゃんとしてますよ、夜の仕事ね、やってるんで、あのぜひ、ベイサイドテラスお越しください。カムハトリと申しました。ありがとうございました。凍える砂漠を突き進むソルジャー、俺たちの目的は何、無砲撃の中ヘルメットには家族のピクチャー、俺たちのふるさとは大丈夫か、プレシャスメリカ果てたアフリカの飢えた子供たちに、プレシャスメリカ朝まで歌ったあのアメリカは今どこへ、あなたに夢を見た、誰もが羨むベンチャーエンドフリーダー、世界の思いが集まった、プレシャスメリカ出張帰りの親父のスーツケースが、プレシャスメリカ宝箱に思えたあのアメリカは今どこへ、プレシャスメリカ荒れ果てたアフリカの飢えた子供たちに、プレシャスメリカ朝まで歌ったあのアメリカは今どこへ、 We are the world、 We are theWe are the one thing that I need, so let's start giving. There is a choice to make, we are saving our life to make a better day, just you and me. We are the world, we are the children.